はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、芸人のですね、千鳥さんともですね、共演したですね、人気 YouTuber、エミリンさんがですね、自粛期間中のですね、ある行動についてですね、未だにですね、長いことですね、ファンの人たちに叩かれ続けてるんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細と、そしてですね、エミリンさんはですね、こんなにも長い間ですね、叩かれ続けるほど悪いことをしたのか否か、この辺についてですね、まあ僕なりに色々とお話の方をしていきたいと思います。まずですね、一連の流れをお話します。まあそもそもなんですけど、皆さんどうですかね、エミリンさんって知ってらっしゃいましたかね。僕自身はですね、この方ですね、最近知ったんですよ。では何かっていうと、千鳥さんがですね、最近フジテレビの方で癖が強いネタグランプリっていうね、番組をやったんですね。この番組は何かっていうと、まあ、いわゆるですね、ネタ番組、コントとか漫才とかを4分間とか5分間するですね、芸人さんがバーって出てくるような番組じゃなくて、いわゆるですね、ちょっとこうショートネタだったりとか、本当にですね、1分や2分で終わる短いネタだったりとか、もしくはですね、普段だったらテレビではできないような、ちょっと癖が強かったりとか、まあなんだったらですね、まあ見る人を選ぶと言いますか、はい。そんな感じのネタをですね、やる、まさに癖の強いネタグランプリっていう番組なんですね。はい。だからですね、めちゃくちゃ面白い芸人さんもいれば、中にはがっつり滑る芸人さんもいたりとかして、まあそれはそれで面白いんですけどね。で、そんな中ですね、このエミリンさんが、なんとですね、登録者数130万人を超える YouTuber として登場したというわけなんですね。で、そこで僕初めて知ったんですよ。僕芸人さん大好きなんでね、この番組も絶対見ようと思って見たんですけども、で、その中でですね、エミリンさんは、いわゆるですね、短いモノマネのね、ことをやってたんですね、モノマネ。まあ、言ってみたらですね、遊園地とかで働いてる人の、まあ、ベテランバージョンと、まあ、初心者バージョンのですね、まあ、演じ方の違いみたいなね、キャストの人の演じ方の違いみたいなね、まあ、そんなですね、いわゆるモノマネと言いますか、あるある的な動画って言いますかね、そんなですね、そのですね、まあ、ネタとしてですね、だいたい1分半か2分くらいですかね、そうですね、まあ、短い時間なんですけども、共演したわけなんですね、で、僕はですね、それを知った上で今回のニュースと言いますかね、今回炎上しているってことを知ったわけなんですよ。はい。でですね、このエミリンさんということはもともとはですね、芸人さんらしいんですね。はい。まあ、芸人をやっていたんですけども、まあ、はっきり言ってですね、完全に鳴かず飛ばずでですね、まあ、売れる兆しも全くない状態だったんですね。はい。まあ、ただですね、エミリンさんは自身のツイッターでですね、先ほど言ったですね、癖の強いネタグランプリに出たようなですね、いわゆるあるあるネタと言いますか、モノマネ的なでっていうんですか、そういったですね、いわゆるネタ的な動画をですね、ツイッターの方でずっと投稿してたんですね。はい。まあ、皆さんもですね、結構今 TikTok の CM とかを見てわかると思うんですけど、TikTok の CM だったり、まあ、TikTok だったりとか、まあ、もしくはですね、YouTube とかね、Twitter とかもそうなんですけど、いわゆるですね、モノマネネタとかあるあるネタみたいな、なんか女子あるあるみたいなね、大阪の女子あるあるとかね、そういうですね、短いあるあるあるやですね、モノマネがですね、めちゃくちゃバズりやすいんですよね。実際問題ですね、とあるですね、男の芸人さんは全くもってですね、今まで漫才をやって鳴かず飛ばずだったんですけども、最近ですね、TikTok の方にですね、男子高校生あるあるみたいな動画をですね、上げ出してですね、一気に激バズりしてる人とかもいます。はい。まあ、エミリンさんもまさにそのパターンなんですよね。芸人としては全く鳴かず飛ばずだったんですけども、まあ、そういった動画を上げ出して、それがめちゃくちゃバズって、で、その結果ですね、YouTube も始めて大成功して、でね、UM にも入ったんですね。はい。はい、ウームというですね、トップ YouTuber 事務所にもね、入るようになったわけです。まあ、ちなみになんですけど、つい最近ですね、ウームを辞めたみたいですけどね。はい。でですね、そんなエミリンさんがなぜですね、今ですね、長い間ね、炎上しているかというとですね、まあ、そもそもなんですけども、その原因となったのがですね、5月7日に投稿したですね、コラボ女子会の動画なんですね。はい。5月7日からもう6月入ってますけどね、ずーっとですね、叩かれ続けてるらしいんですね。一定数に、一定数の人たちに。じゃあ何かっていうと、その5月7日に投稿したのはコラボ女子会といって、なんか他のですね、有名 YouTuber さんの女性の方とですね、なんかこう女子会をね、まあお菓子とか食べながらするみたいな、そんな感じの動画だったらしいんですね。はい。でですね、その動画の中にですね、まあ置いてあったお菓子がですね、まあ賞味期限がですね、4月の8日だったりとか、もしくは4月の6日に発売したようなお菓子が置いてあったらしいんですね。はい。つまりこれ何がわかるかっていうと、5月7日に動画自体は投稿されていますけども、その動画をですね、撮影したのは、まあ、4月の前半あたりということが、このね、動画からわかるわけなんですね。はい。で、それがわかって炎上しちゃったんですね。はい。じゃあなぜかというとですね、実はエミリンさんですね、その4月19日にですね、放送された、これ東京都内だけで放送されてるですね、CM なんですけども、その CM、要は外食自粛をですね、呼びかけるような CM にですね、出てるんですよね、エミリンさんっていうのは。皆さん、東京都民の皆さん、ね、外食自粛をしましょう、ステイホームです、みたいな、まあ、そんなですね、CM が東京では流れていて、それにですね、エミリンさん出てたんですね。まあ、当時はですね、ウームに所属してましたから、まあ、その流れで仕事がね、回ってきたんでしょうね。
で、さらにですね、同じくその4月の19日、CM がですね、放送された日にですね、エミリンさんは自身の YouTube チャンネルの動画の方でですね、いわゆるファンの人たちに呼びかけるような動画も作ってたんですね。うん。皆さんいいですかと、ステイホームしましょうと、外に出ちゃいけませんよって、外出自粛を呼びかけるような、まあ、CM、その動画ですね、を撮ってたんですね。はい。まあ、にもかかわらず、5月7日の動画で分かってしまったこと、それは何かっていうと、その CM に出たりとか、まあ、言ってみたら、ね、CM が放送されたりとか、自身の動画でステイホームですって呼びかけてるときに、まあ、出かけて、いた外に出かけていた、まあ言ってみたらね、コラボ動画を撮るためお菓子を買いに行くためとかで、そのためにまあ外に出かけていたということがバレてしまったというわけなんですね。うん。で、それについてですね、いわゆるファンの人たちだったりとか見てる人たちがですね、コメント欄で騒ぎ始めたわけなんですよ。うん。ただですね、その後エミリンさんは何をしたかというと、そこに関して一切ですね、知らぬ存ぜぬ、まあいわゆるですね、何かしらのコメントを発表することなく、ただただ毎日普通に動画を上げ続けてるんですね。うん。そしたらですね、それを叩いてる人たちも一向にやめず、そのね、動画自体はですね、先ほども言いましたけど、5月のですね、7日に投稿された動画にもかかわらず、6月に入ってもですね、未だに一定数の人たちがですね、コメントだったりとか SNS でエミリンさんを叩き続けているという状態なんです。ね、うん。でですね、じゃあここに関してですよ、ここに関して僕はどう思ったかって話なんですけども、はっきり言ってですね、今回の件はどっちもどっちだなって思います。はい。つまりそのエミリンさんも悪いし、叩いてる人も悪いしっていうね、はっきり言ってどっちにも共感できないようなね、お話だと僕は思います。はい。というのは何かっていうと、まずですね、エミリンさんははっきり言ってですね、完全に脇が甘いですよね。脇が甘い。うん。まあ、もちろんですね。もちろん、そのですね、エミリンさんがですね、外出自粛をね、しなかったっていうことがそこまで悪いことかって言ったら、まあ、まあ、悪いことではあるかもしれませんけども、うん、そこまで叩かれることではないと思うんですよ。うん、ただですね、やっぱり先ほども言いましたけどね、わざわざその東京都内のですね、CM に出てですね、外出自粛を呼びかけるような、そんな CM に出てる人がやってしまうっていうのはですね、やっぱちょっと爪が甘いなって思います。はい。僕はですね、こういった CM に出てないんであれば、まだね、そこまで叩かれることないだろうと思いますけども、こういった CM にガッツリ出て、でね、こういうのってやっぱりね、しっかりギャラももらってるはずなんですよ。うん。別にボランティア出てるわけでもないし、しっかりね、ギャラをいただいてお仕事としてやってるにもかかわらず、ね、にもかかわらず、その時期に出かけていたってことがバレてしまうっていうの、これはですね、まあちょっとね、爪が甘いかなって思います。はい。で、さらに言うとですね、そのことがですね、まあ発覚してちょっと叩かれたとした時にですよ、もうすぐに、まあ動画なり、なかったら動画じゃなくてもね、SNS でもいいですよ。うん。Twitter の文章とかでもいいですから、一言しっかり謝ってしまえば、それで済む話だと思うんですね。うん。ね、ちょっとね、こういう期間にもかかわらずですね、コラボ撮影のために、ちょっとね、出かけてしまいました。ただ出かけていってる際、間はですね、相手の家に行く際は、まあしっかりタクシーを使ってですね、それ以外にはですね、特に人に会ってませんと。ね、コラボ相手のね、誰々ちゃん以外に会ってません。ただ軽率な行動でした。すいませんでしたとかね。うん。まあ、もしくは、その買ったお菓子とかもですね、全部アマゾンのとかのですね、まあ言ってみたらですね、配達、ネットのね、配達とかで買いました。だから、ね、お店に買いに行ったわけではありませんとか、まあそんなね、まあ言い訳でもいいですよ。もう嘘でも本当でもね、どっちかわかんないですから、とにかく嘘でも本当でもいいから、でもっていうと、本当にたとえ反省なか、してなかったとしてもですよ、してなかったとしても僕はですね、さっさと謝って終わらせればいいくらいの案件だと思うんですよね。うん。それで済む話なんですよ。で、そういう風にきちんと謝罪の言葉を述べたにもかかわらず、まだ言ってくる奴は無視すりゃいいわけですよ。うん。ただですね、そういう風なですね、何かしらの対応を一切しないからこそ、多分叩いてる人たちもですね、もはや意地になってきてると思うんですね。意地になって。うん。なんとかこのエミリーになんか謝罪させてやれ。ね、こいつは最後まで逃げ切る気だ。じゃあこっちもとことん追いかけてる。絶対許さねえ。みたいな。そういったね、こう意地の張り合いみたいになってるんじゃないかなって思うんですね。うん。ね、そういった点からも考えて僕はですね、ちょっとエミリンさん爪が甘いし、なんでさっさと一言謝罪しないの？それでもう終わりにすればいいじゃんっていうふうに僕は思いました。はい。そしてですね、追う方も追う方ですよね。うん。確かにですね、そのエミリンさんに謝罪させたいと。ね、エミリンさんのね、悪いところをついてたらざまみろって思ってるかもしれませんけど、もうですね、1ヶ月近くですよ。うん。1ヶ月近くですね、エミリンさんはですね、知らず存ぜずでですね、で、動画をですね、更新してるわけなんですから、もう今更ですよ。今更、ね、ここでバー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 コメントで叩いたところで、エミリンさん今更ですよ。1ヶ月前のことはすみませんでしたなんて言うはずがないわけなんですよ。うん。まあ、だからこそですね、多分僕が思うに追ってる方ももう意地になっちゃってるんですよね。なんとかこいつをね、謝罪させたい、なんとかこいつを反省させたいみたいな、そういった感覚になってると思うんですけど、それはですね、もういいでしょって話ですよ。うん。もう1ヶ月もやってるんだから、もうしませんから。エミリンさんはもうこのことについては一切謝罪はしませんから、絶対に。うん。まあ、だからこそですね、やっぱり自分のですね、貴重なね、人生の時間をですね、そんなですね、エミリンさんに割くことははっきりでないと思います。もうね、うん、ただただもうエミリンさんの動画はもう見ない、それでね、僕はいいと思うんですよ。うん。
だからですね、そういった点からも考えて僕は今回の件っていうのはですね、まあエミリンさんにもね、ちょっと爪が甘いとこもあるし、追う方も追う方で1位になってるし、もう正直言うとどっちもどっちだなっていうふうに思いました。うん。ね、なんかお互いのせいでですね、なんかこんだけ長くね、ぐちゃ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 なっちゃってるなっていうね、うん。まあエミリンさんもですね、登録者数130万人超えるですね、ね、もう年収とか普通に1億とか言ってると思うんですよ。うん。それだけでですね、影響力のあるですね、立派な YouTuber なわけですから、うん。いつまでもですね、やっぱ素人感覚でいるのもいけないんじゃないかと思いますね。うん。ね、まあ、もちろん YouTuber の中にはですね、自分は一般人だって思ってる人もいるかもしれませんけど、一般人ではもうないですから、登録者数130万人を超えるですね、年収1億とか言ってるですね、いろんな東京都内でしか放送しないものとはいえ、CM に出てる人のことを世の中の人は一般人とは見ないですから、うん。その辺やっぱりしっかりした方がいいんじゃないかなってね、僕自身は思ったという話です。はい。というわけで、ね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。あとコメントもあったらお願いします。どうもありがとうございました。